さて、いよいよ決戦の日が近づいてきたぞ。サイヤ人たちは明日地球に降り立つ。あ、しまった。何、どうしたんだ。お前が蛇の道を通って帰る時間を計算に入れていなかった。わしの背中に手をつけて地球の仲間にドラゴンボールで生き返らせてくれるように伝えろ。わかった。いでよ、シェンロ。頭の上の輪が消えたぞ。生き返ったのじゃ。急いで行け。はい、いろいろありがとう、カヨ様。じゃあな。そして決戦の時は近づいた。地球って言ったな。まあまあの星じゃないか。ピーピーうるさいひよこたち、挨拶してやろうかな。とりあえず戦闘力の一番高いやつを探すんだ。そいつがラディッツを殺したやつだ。あるいはカカロットの息子かもしれん。見つけたぞ。よしナッパ、遊びに行ってやろうぜ。ピッコロさん。来る。やつらはここに来るつもりだ。やあ、久しぶりだなピッコロ。亀仙人様のところにいた人。あ、クリリンだ。お前ずいぶんたくましくなったな。悟空のガキの頃みたいだぜ。おしゃべりはそこまでだ。来たぞ。なるほど、お待ちかねだったようだな。そういうことだ。あ、こいつナメック星人だぜ。ナメック星人？わかったぞ。ナメック星人は並外れた戦闘力と不思議な弾を作り出せる力があるらしい。ドラゴンボールとかいうやつを作ったのは貴様だろ。ドラゴンボールのことまで知ってるのか。そのドラゴンボールが一番の目的だ。俺たちによこすんだな。いくらナメック星人だってよ、一匹やそこらじゃ俺たちにはハエみてえなもんだぜ。ドラゴンボールを作ったのはこの俺様じゃない。俺は戦いの方が専門なんだ。ハエみたいなもんかどうか試してみやがれ。そうだ、ちょっとこいつらのお手並みを拝見させてもらおうか。お遊びが好きだな、ベジータも。グラグラグラ。こいつら結構できそうだぜ。デジアン、チャオズも。よ、遅くなったな。ヤムチャさん、ヤムチャさん、プーアルさんが言ってたヤムチャさん。ああ、お前が悟空の息子っていう。なるほど、確かに似ているな。そっくりそっくり。僕孫悟飯です。おやおや、
そっちもたくさんお出ましだな。ふん、一気に型をつけてやろう。ご飯、お前も修行の成果を見せてやれ。はい。だったら俺も行くぜ。俺だって厳しい修行をしてきたんだ。痛めつけてやれ、栽培マン。どうやら少しは楽しませてくれそうだな。さあ、次はどいつだ。俺にやらせてくれ。ここらでお遊びはいい加減にしろってとこを見せてやりたい。今度は鼻から飛ばしていくんだ。ぎぇ、お前たちが思っているほどこの化け物たちは強くなかったようだな。残りも俺一人で片付けてやるぜ。なっ、ヨムチャさん、なんてやつだ、自爆しようと。そろそろお遊びは終わるとするか。いよいよ本番ってわけだ。次はどいつだ。さて、ここからが本番だ。一瞬で片付けてやるぜ。チャオズ、何をする気だ、チャオズ。さよなら、ケンさん。どうか死ねないで。やめろ、チャオズ。チャオズ。くだらねえことしやがって。ジャオズ、仇は打ってやるぞ。そして俺も行く。お前だけに寂しい思いはさせんぞ。脅かしやがって。無念。ひでえ悪夢だよ。悟空、早く来てくれ。悟空？お前たちが言う悟空というのはカカロットのことだな。そうだ。だからなんだ。なるほど。やはり無線で聞いた通り、ドラゴンボールで生き返ったらしいな。ラディッツにさえ歯が立たなかったあいつが来たところで何の役に立つというのだ。この前とは違うはずだ。いや、絶対に違う。もっともっとずっと強くなってるさ。貴様ら、孫悟空をなめるなよ。その割にはちっともやってこねえじゃねえか。来るよ。お父さんはきっと来るよ。面白い。奴が来るまで待っててやる。ただし3時間だけだ。それ以上は待ってやらん。3時間？待ってたって何の意味もねえじゃねえかよ。バカバカしい。俺は今遊ぶぞ。ナッパ！俺の言うことが聞けんのか！すまねえ。つい調子に乗っちまって。今のあのでかいやつの怯え方、あのチビはさらにもっととんでもない強さだというのか。ちくしょう、頼む悟空、来てくれ。あいつらよりももっともっと強くなったところを見せてくれ。お父さん、時間だ。
さあ。なんだ、この木は。とんでもない木が。やつしかいない。カカロットか。どれ。ん？ベジータ。カカロット戦闘力。バカな。そいつ。ナッパ。そいつらを殺す。ドラ。ハマワン。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けば、カカロットがもし本当に生き返ったとなれば。あん？ピコロさん逃げて。お父さんコロさんが死んじゃったら神様も死んじゃう。てめえだけで食い止めるだと、この俺を笑わせや。ガキ、待てな。死ね。よし、着いたぞ。悟空。神様。急ぐぞ。頼む。お。じゃあ、行ってくる。修行はバッ。頼んだぞ。情けない話だぜ。ピッコロ大魔王様ともあろうものが、ガキをかばっちまうなんて最低だ。貴様ら親子のせいだぞ。甘さが移っちまった。だがご飯。俺と、まともに喋ってくれたのは、お前だけだった。貴様といた数ヶ月、悪くなかったぜ。死ぬな、よ、ご、は。いよいよ寿命が終わるようだ。だがピッコロは最後の最後で神の私を超えた。嬉しいぞ。神様。殺す順番が変わっちまったが、どっちにしても同じことだ。ぐしゃぐしゃに潰れた息子を見た時のカカロットの顔が楽しみだぜ。お父さん。
ピッコロ天津飯ヤムチャチャオズ、それに神様ボック、許さんぞ貴様ら。なんだその面は、気に入らねえな。あっさり潰してやるぜ。よっ、はっ、はっ、よっ、ふっ、はっ、はっ、よっ、はっ。ずいぶんマシになったじゃねえか。お口を叩きなくしてやってる。そうこなくちゃな。期待してるぜ。ちくしょう、貴様ごときに。もういい、降りてこいナッパー、俺が片付けてやる。命令だから貴様はベジータに任せる。だが俺様もこのままじゃ気が済まん。しまった、海王剣。もう叩けねえはずだ。そいつを連れてとっとと地球から消えろ。ベジータ、助けてくれ。何ぞベジータ。動けないサイヤ人など必要ない。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。その時の数値が低いと貴様のように弱い星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。落ちこぼれだって必死に努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやろう。ガリックホー、よっ、はっ、よっ。はっ、バカだ。どうしたカロット、そんな程度じゃないだろう。ナッパのやつを倒したときはこんなもんじゃなかったはずだ。見せてみろ。見せてやるさ。あっ、あっ、よっ、えっ、いや、ジャンヘグ、あっ、ダメだ。おのれギャリッコ、よっ、あっ、絶対に食い止められんぞ。地球モルトも
宇宙の塵になれ。疲れてるだろうが、カメハウスまで一気に行くぞ。はい。止まれ、ご飯。何ですか、あれ。わからないが、凄まじい気だ。僕、戻ります。お父さんのところへ。わかるんです。お父さんが危ないって。わかった。さん、あれ、降りろ、ご飯。下に降りて隠れるんだ。おい、ねえ、知ってる、ご飯隙を見て。はい。冗談じゃないわ。やつ、ん、何か嫌がるな。どこだ。こっちだ。お父さんを離せ。こいつは驚いた。カカロットのガキじゃないか。よし、現存じゃあ。そんな尻尾のことを知っていたらしいが、残念だったな。
クリリン、頼む。来て。悟空、大丈夫か？今のうちに、クリリンに渡す。ほらが地球中から集めた元気玉を。な、何？おらの手を握ってくれ。こうか。そいつを手のひらを上に向けて集中させてくれ。玉ができる。うわあ！出た！これが元気玉だ。やったな。クリリン、そいつを奴にぶつけてくれ。わかった。やってみる。任せてくれ。くそ。あんなに動かれちゃ、俺の腕じゃ当てられない。元気玉は目で見て当てるのではない。悪の気を感じ取って放つのだ。誰だ？孫悟空に元気玉を伝授した海王だ。その元気玉は地球中の願いを集めた玉だということを知れ。悪の気を感じ取って放つ。感じろ。奴の悪の気を感じるんだ。随分ひどい目に遭わせてくれたな。今のは俺も死ぬかと思ったぜ。いい加減にしてくたばっちまえ。Thank you.
この俺がまさか引き返すことになるとは。逃がしてたまるか。覚悟しろ。待ってくれ。悟空、すまねえが、そいつを生かしてやってくれ。正気かよ悟空。今見逃したりしたら体力を回復させて必ずまたやってくるぞ。わかってる。こいつは俺たちの仲間を殺し世界中のみんなを殺そうとしたやつだぜ。ピッコロみたいに心を入れ替えるかもしれないなんて考えてるなら大間違いだぞ。間違ってるな、わかるが、頼む。オラのたった一度だけのわがままだ。もう一度やつと戦うチャンスをくれ。わかったよ。お前にはわがままを言う資格があるさ。今の地球があるのも悟空のおかげだ。だけどいいな悟空、今度の時はぶっちぎりのパワーでやっつけちまえよ。はあ、よく覚えておけよゴミども、今度は貴様らに奇跡はないぞ。せいぜい楽しんで おくんだな。お
しょうな。やれやれじゃ。あれ？シャワーじ。ありがとうございます。わば。さらば。どうしよう。修行した方がいいかな。お母さん元気かな。お母さんのご飯早く食べたいな。こんなところに家？誰かいるのかな。急がないとピッコロさんにバレちゃう。僕でもなんとか勝てそう。もしかして悟空さんの息子さんかな。うん、僕孫悟飯だけど、お父さん知ってるの？そりゃもう一緒に冒険したこともありますから。へえ。僕はプーアル。悟空さんから聞いたことは全然知らないよ。あの悟空さんですもんね。でもヤムチャ様の話は聞いてるでしょ。別に聞いて。当然聞いてますよね。
どうしてここに？そうだった、いけない。ヤムチャ様にごちそう。そんなわけで僕もお母さんに。うわー、やめろ。しないぞ。出会うかもしれない。用心しなきゃ。ありがとうございます。それにしてもとっても強いんですね、ごはんさんって。わ、そうなの？気づいた。まるでお父様。さすが僕の。でも今それにやむ前が。みんないけない。助けてくれ。ピッコロさん、もうちょっとで。僕も。僕が強くなれたのは。ピッコロさんのおかげだね。もっとしっかり修行すれば今より強くなれるかな。よし、頑張ろあれ？
全力でこの俺を倒すつもりでな。どうした？はい、謝ったら許してくれるかな。どうした？それでサイヤ人と戦えると思っているのか。行きます、母さん。はっ ようやく形にはなってきたか、クソガキ。いや、ご飯。ありがとう、ピッコロさん。道着がボロボロになるくらい時間かかっちゃったけど。では、俺が新しい道着をくれてやろう。何か文句でもあるのか？うん、ありがとう、ピッコロさん。ご飯、俺に任せろ。うわっ！
これで終わりだ。やったさーて、どいつから片付けてやるかな。矢口さん、すごい。ちくしょう。これほどまでと。フワルやブーマさんたちに怖くなっていやいいんだよ。してるんだよ悟空。なあ、こやつらはピッコロどういう。だってよけな。ピッコロさん、悟空早く来てくれ。残り時間はもうないぞ。時間だ。さあ。なんだ、この木は。とんでもない木が。やつしかいない。カカロットか。どれ。ん？ベジータ。カカロット戦闘力。バカな。そいつ。ナッパ。そいつらを殺す。ドラマワン。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けば、カカロットがもし本当に生き返ったとなれば。ピッコロさん逃げて。お父さん、コロさんが死んじゃったら神様も死んじゃう。てめえだけで食い止めるだと。この俺を笑わせ。お父
さんが来るまで僕がやるんだ。チビのくせにすげえことやってくれるじゃん。お前もサイヤ人の血を引いているのか。少しはこの俺を楽しませてくれるんだろう。
その面は気に入らねえな。あっさり潰してやるぜ。てめえなんかこのノッポ様にかなうわけがないんだ。ホッジャンケンクン。待ってたわけには大したことねえな。ねえ、でもエリート選手だ。下級戦士ダメだ。たまるか。これで終わりだ。ハッヨッハッヨッハッヨッヨッハッヨ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 ッ。ヘボツグチを叩きなくしてやってる。そうこなくちゃな。期待してるぜ。今の一発はチャオズの恨みだ。ヤムチャの恨み。こいつは天使マンの恨みだ。よっふ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 っ。まだいかんのか、それともおじけづいたか。どうやってみんなを生き返らせるつもりなんだ、クリリン。ベジータに勝って後で聞かねえとな。なんか嫌だな。
さっさと片付けちまうか。ベジータはオラが思ってたより相当強いやつだ。だが絶対負けねえ。木の塊だ。木が見せてくるのがわかんな。行くぞ。よし、この辺りなら人も動物もいねえだろ。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだ。バカー、どうしたんだ。そう、その程度じゃないだろう。ナッパのやつを倒した時はこんなもんじゃなかったはずだ。見せてみろ。ナッパ、見せてやるぞ。あっ、どうってやつだ。Wah! Wah! Wah!
見せてみろよ。ヤムチャさんも俺たち以外はみんな やられてピッコロも死んじまった。だから神様もドラゴンボールはもうなくなっちまったんだ。じゃあヤムチャはもう二度と。ブルマさん泣かないで。もしかするとサイヤ人に殺されたみんなを生き返らせることができるかもしれない。え？サイヤ人たちはピッコロの顔を見てナメック星人だって言ったんだ。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けばもっと強力なドラゴンボールがあるはずだって。だからもしもそのナメック星ってとこに行くことができたらドラゴンボールが手に入るかもしれない。オス、オラ悟空、ベジータとの戦いでピッコロたちが死んじまった。ドラゴンボールも消えちまってもう誰も生きけれねえ。神様の故郷ナメック星にもドラゴンボールがあるって話だが、そんなところどうやって行きゃいいんだ。次回ドラゴンボール Z 悪の帝王フリーザ、目覚めろ伝説のスーパーサイヤ人。ずっと遊んでくれよな。Tell me that you love me, even if it's fake.